こんにちは。朝8時です。雪が降っています。もっと早い時間はたくさん降ってたんですが、だいぶ落ち着いてきました。ただこの状況、まさに雪国状態ですね。チャイニーズホーリーはこんな感じです。野鳥の蒔絵を入れた途端にたくさんのスズメが集まってきました。すぐに満員御礼ですね。くちばしがかわいいです。たくさん雪もついてます。大手まりにはヒヨドリ、そしてスズメもやってきています。ハシボソガラス、よく見るともう一羽いてつがいできていたようですね。電線をたどっていくとスズメがたくさんいましたね。これは大手まりの枝です。寒そうですね。風が出てきました。かなり強い風です。ススキも揺れてます。冬のスズメは可愛いんですけどもね、寒そうですね。ヒヨドリが2羽いたんですが、両方オスのように見えます。どうなんでしょう。またスズメです。雪がチラチラしてますね。あっちを見たりこっちを見たり、みんなで首を振っているみたいです。オナガです。これは隣の家の山藤に泊まっていました。リンゴを掘って食べるヒヨドリ、これもオスのように見えますけどもね、よくわかりません。ほとんど味のしないシャーベットを食べているヒヨドリです。うまく食べられない感じですね。野鳥の蒔絵はいつも大人気なんですが、ちょっと日が差してきて明るくなってきました。暖かそうにも見えるんですが、実際は相当寒いです。日が差してもこんな感じですね。昨日一度、雨になってほとんど雪が溶けたような気がしたんですが、そんなに甘くなかったですね。メジロのつがいがやってきました。ほとんど食べるところのないみかんをつついています。スズメは枝に止まったり、餌台に行ったり、電線に止まったり、場所を変えています。みかんとジュースを補充すると、やはりヒヨドリが最初に来ましたね。かわいそうなメジロ、震えているようにも見えます。やっと順番が回ってきて、ごちそうにありつくことができました。ちょっと風が吹いてますね。スズメの方はご飯やリンゴに夢中です。スズメはいろんなものを食べますね。リンゴ好きのスズメ、変わってると思いましたが、たくさんいるようです。あ、これはツグミですね。昨日に続いてやってきました。存在感があります。メジロはジュースもみかんも好きです。もちろんリンゴも好きですよ。強風の中、ヘアも羽も乱れてしまってますね。一部羽が傷んでしまったような気がしますが、大丈夫でしょうか。気弱なハシボソガラス登場です。今日もよちよちと歩いていますね。スズメもあまり逃げません。メジロは仲良くジュースを飲んでいたんですが、1羽飛んでいってしまいましたね。うちに来るカラスはツグミやヒヨドリよりも順位が下みたいですね。丸尾です。今日も滝行をしてるんですが、水でしょうか、お湯でしょうか。水でした。ペロペロしてこすりつけておめかしをしています。丸尾はなかなかおしゃれというか綺麗好きですね。ほとんど何も手入れはしておりませんが、自分のことは自分でしています。今日はこの辺で、バイバイにゃー。